第9回ビッグマジックライブ。いや、今週末もいろいろあったね。いや、もうがっつりマジックしてきましたよ。まあまあまあ、やり込んでるみたいだけど、はい、まあ早速このコーナーからいってみましょう。MTG ニュースのコーナー、まずは、先日大阪で行われた、グランプリトライアル北九州の方から振り返っていきたいと思います。優勝出てたんやね。出てました。さあまず優勝から。あ、そうですね、まあ、まず優勝ジャンドだったんですけど、まああの簡単に、まあ、M14 で入ったアサルなんでっていうのはすんなり、まあ、ギャニー対策だった地の封印のところに入るっていうのが、まあ、一番分かりやすく強化されたデッキなんで。確かにね、はい、そこで、まあ、今回の結果にもつながったんじゃないかなと思いますね。頭抜けた感じじゃない、はい、このリストかな。あ、そうですね、メイン2枚ね。2枚入ってますね。でサイドボードがもう1枚、もう1枚トータル3枚、はい、あ、かなりがっつり取ってるん で、 うん、であとはあの火柱は4枚に鏡も4枚取ってるんですけど、このリスト、かなりその細かいクリーチャーを除去するのを意識したリストなんじゃないかなと思いますね。うん、まあリアニーが一番、まあ、きつかったんやろうけど、はい、そこと、まあ、ある程度戦えるようになったとなると、さすがに多いじゃん。ですね、今のところかなり数多いですね。トップ8の内訳が、うん、ジャンド3つ、でグルール3つ。3つ持ったんやな。はい、で、セレズニアと白黒トークンが1つずつだったんですけど、まあ、やっぱり下馬評通りの強さですね。なるほどな。はい、まあ、グルールも3つあってかなり。せやね。グルール対ジャンドみたいな構図が出来上がってたんですけど、うん、そしてまあ、こうやってトップ8の顔ぶれとリストを見てると、はい、うん、なんかありますか、目についた。なんか村井隆二って名前が。あ、はい、まあ、もちろんですよ、ね、おお、言い切ったね。まあまあまあやり込んでるからね。はい、隆二の、グルールはどうなの、どっかいじった。今回あの新しいカードとしてあのチャンドラのフェニックス、うん、とあとアサルナンデーを、なるほど、ね、あとサイドボードにあの燃え立つ大地を取ってたんですけど、うん、燃え立つ大地使わなかったですね。あ、そうなんや。一応使ったんですけど、あの、うん、トリコアイデンに出した後に負けたっていう。そうな、はい、ダメージレスで負け、ダメージレスで切な、ルーン土台の長槍出されて、おお、あれでそのまま負けました。あ、計算狂ったってなって、はい、なるほどな。まあ、やっぱりその3色の相手にはすごい強いカードなんですけど、まあね、やっぱり場を作ってなかったりその裁かれたり、まあ、相手のクロック大きかったりすると、まあ、勝てない。まあそれはね、まあ、かなり出しどころが難しいカードなんですね。仙台村バーブとまあ同じ弱点はある。あ、そうです、はい、ジャンドとかでもめちゃめちゃ効くんじゃないの。あ、実際そうですね、今回、ま、燃え立つ第一でジャンドに勝ってる場面を何度か見てたんですけど、ま、ジャンドにはかなり効くかなと思いますね。なるほどね。ただその、ま、スラウキは5点ゲインしないにしてもダメージ受けないんですよ。まあまあ確かにな、はい、だからスラウキは着地されて、あとちょっと簡単に除去とかされるとっていう。なるほど、カギ立つ裏表とかでも、はい、なるほどね。強いのは本当に強いカードで、まあ、使いどころがちょっと難しいみたいな、はい、場を作ってなあかんと。そうですね。チャンドラフェニックスどうやったん。結構これ粘り強い感じで戦うんですけど、はい、図解割とすごい相性良くて、グロールにも合ってる。はい、もう結構合ってると思いますね。なるほど。トリコ相手だったんですけど、熟やられた後に、うん、シンクスレベレーションに図解割り合わせてチャンフェに回収して殴って勝ちみたいな。めちゃめちゃ強いな、その強い動き。たまらんな、はい、こういう動きもできるんでかなり、まあね、なるほどな。粘り強い感じで良かったですね。龍城レストテンプルガーデン3枚なんやな。はい。これアサルなんで入れてるんで。あ、お前メインに1枚入ってる、はい。あとサイドにももう1枚取ってるんですけど。言うてグロールでも強いんやっぱり。これすごい強かったですね。ゆえに緑まだ1個増やすと。はい。あとサイドのインアウトで、バーニングスレイミスタリーをちょっと抜きやすくなるんですね。弱い街の時とかに。ウーズと交換ってこと、はい、あとドムリー入れる時に、あ、そうバーニングスレイミスタリー抜くけどドムリー入れるって時があるんで、まあ、その時に緑マナーがちょっと、ね、まあ、これマナーゲンとして使ってるんで、レミスタリーも。確かにな、はい。その時に抜きやすくなるっていうのと、まあ、あとウーズの緑マナーを捻出するっていう。まあまあ、それやな。できれば出したターンに1回使いたいんで。まあ、2マナ以上できれば使いたい。確かにね。ついとくわ。はい。ぶっちゃけ聞いていいかな、はい、トップ8のこの結果見て。はい。ウーズの世界でしょ、これ。ウーズです。これは、この GPT だけじゃなくて、まあ、世界中ウーズだったみたいですね。なんで祭り、はい、とりあえずこの GPT だけでもさ、はい、データで見たら、はい、使用者数14人、使用枚数36。うん、トップですね。まあ、1人2枚以上使ってるってことだよね、はい、これで見ると。ダントツのトップやね。ダントツですね。
続いてがドゥームブレード、はい、11人の17枚、はい、全でも差がさかなりありますね抜けて強いカードなんで、使用者数と枚数で見たらザ・スリットの手術師は、あ、これ白黒人間の、はい、これ使った人全員4積みですよ ね、 そうやね、7人で28枚使ってるんで、うん、まあ、コンボパーツみたいなもんやから、あ、そうですね、当たり前っちゃ当たり前やけど、うん、白黒人間にはやっぱり、まあ、デッキの根幹になるカードなんで、うん、やっぱり4枚投入も当然かなっていう感じがしますね。なるほどな、はい、こうやって見ると結構いろんなカード使われてるね。そうです、あのやっぱりデッキをデッキを1から作るっていうカードはやっぱりそんなに多くないと思うんですけど、うん、まあ、その脇を固めるカードっていうのはすごいあると思うんで、生命チラな命チラシのゾンビとか、はい、これすごい強そうでしたね。うん、はい、変わり谷、はい、で林間隠れの石膏ね、はい、帰ってきた地獄クリーチャー、チャンドラフィックスも結構使われてるね。あ、本当ですね、あの、うん、赤単がちょこちょこいたんで、あ、なるほどね、はい、そこにもだいぶ採用されてたみたいですね。うーん、はい、まあ、GPT 総括で、はい、一言どうぞ。渦以上、はい、まあねですね、あとあの GPT の他に PTQ が福岡で行われたんですけど、はいはい、それ日曜日やね、はい、うん、でここで勝ったのがグルールアグロだったんですね。この時もジャンドがすごい、ジャンドとグルールがすごい多かったみたいで、二大勢力、はい、で決勝もそのジャンドとグルールだったみたいです、ね、おお、確かそう、間違ってはないと思います。そうなんやそれ、はい、相性としてはどうなのそれは。あ、ちょっとやっぱりジャンドが除去根なんで、まあ確かに、ね、まあ、有利なとこあるかなと思うんですけど、でもちょっとでもやっぱりジャンドがつまずくと、まあ、グルールがそのまま押し切るっていう、はい、パターンがやっぱりあるんで、まあ、その明確に不利がつくっていうわけでもないんですよ、ね、なるほどな、はい、優勝したグルールにももちろんウーズ入ってました。まあそりゃそうだよな。なるほどな。メインに2枚入ってました、ね。あとあの、今回あの、そのグルールがサイドに燃え立つ大地じゃなくてヘルカイトを取ってたんですね。サンダーマンヘルカイト、はい。で、やっぱりその燃え立つ大地はジャンドには強いって言っても、そのさっき言ったみたいに、うん、場をちょっと選ぶパターンですね。なるほど、うん。なんでまあヘルカイト、まあ、土地22枚取ってる。あ、ちょっと多めね、はい、なんでヘルカイトは無理なく出せるっていうので、ジャンドにはまあ燃え出す大地よりもやっぱりヘルカイトの方が強いっていうので一発ねじ込むぞと。そうですね、なるほどな。でヘルカイトの採用だったんじゃないかなと思います。まあそれがちょっと功を奏した形で引き抜けて、はい、なるほどな。あとアサルなんではその、まあ、ジャンドにも効きますし、まあ、使えたらやっぱり使うっていうのは一番有効な対処方法でもあるんで、うんうんうん、あとグルール相手にもすごい同型だとめちゃめちゃ強いカードなんで、落ちたクリーチャー食ってライフ繋いでデカなって、はい、殺せなくなるんで、コンバットめちゃめちゃ難しくなるやろうね。だいぶ難しいですね、うん、流血クリーチャー食えるっていうのもかなり大きいですね。うん、そうやね、はい、自分で投げた高額ランも、はい、相手の高額ランも食って、そうですそうです、難しいなったな、マジック、はい、やっぱりウズは強いですね。あ、っていう感じですね。なるほどね、はい、あとその世界中でジャンドが多いっていう、ウズが多いって言ったんですけど、うん、これあのグランプリカルガリーっていう、はいはいはい、M14 入って初めてのスタンダードのグランプリがカナダであったんですけど、うんうん、これも優勝はトリコだったんですけど、あ、トリコ、はい、トップ8にウーズを使ってるデッキが4つくらい、まあ半分あったら強いわな、はい、はあ、まあ、やっぱり世界中でウーズ祭りだったなっていう感じですね。でもなんかチラッと聞いてんけど、はい、赤タンミッドレンジがどうこう。ああ、そうですね、赤タンミッドレンジかなり面白い感じでしたね。クリーチャーが、ボロスの反抗者、ヘルライダー、うん、サンダーマンヘルカイとチャンドラフェニックス、チャンドラフェニックスが全部4枚ずつ積まれてて、分厚いな、なんか、はい、で土地が変わり谷4枚と、あと山が21枚、ほうほうほう、あとスペルが、硫黄の竜弾が3枚で、うん、あとまあ火柱と槍とかかがり火とか、まあ、そこら辺の火力が全部4枚ずつ積まれている。そして燃え立つ大地がメインから4枚、これがかっこいいよね。かっこいいですね。お話聞いてちょっとテンション上がっちゃって。純粋なダメージ源として使ってる感じで。クロックやんな、もう、はい、扱いが。すごい面白い感じのデッキでしたね。自分はノーダメでサンダーマウとかヘルライダーバンバン走らせて、はい、相手はなんか対処するためにダメージ食らっていくっていう。あの、3色以上の相手だと、あの手札のスペルが全部火力になるっていう感じになる。そうやな。そこはすごい評価できるなっていう感じです。なるほどね。やっぱり赤田の方がグルールとかよりも思い立つ大地すごく強く使えるんで、まあ、いいかなと思います。これからまた赤田が出てくる可能性も全然ありますね。このスターシティゲームズでもあの16位くらい、16位か、まあ下の17位だったんですけど、まあ、トップ16にはあったってことやな、はい、そのメインが全く一緒のやつがあったんですよ。へー、はい、でまあちょっと注目の流行るかもかもしれないですね、まあ、環境初期ならでは あのトップ8のラインナップだったかなっていうのはちょっと思いました。なるほどな、はい、まあそんな中でもやっぱり安定力のある除去コントロールのジャンドは王者かなと、はい、そうですね、母数で見
母数も分かんないし、まあ、入賞数で見るとやっぱりジャンルがちょっと頭一つ抜けてるかなっていう感じはしますね。逆を言うとリアニメイトは、リアニメイト減りましたね。おつやかな、これは。あの、今回のその GPT の分布を見ると、リアニメイト一人だけなんですね。おぉ。で、まあ、おぉ、確かにね、はい、これね。リアニ1。全然戦えないデッキではないとは思うんですけど、やっぱりアサル南米が、まあ、全体流行ってくるっていうのを見越した上で、そう、リアニメイトを使うのを嫌ったっていうのもやっぱり出てるかもしれないですね。初っ端からケアしてってこと。はい。逆になんかそれが深読みすぎてみたいなのはないんかな。ちょっとあるかもしれないですけど、うん、やっぱりその何でも出されると簡単に負けてしまうゲームってやっぱあるんですよ。それをやっぱ嫌ってのことかもしれないですね。ね、後に屈装と天使を落としてイージーウィンみたいなあったじゃないですか。あれが何でが1枚出てるとできなくなるんですよ。どっちが先落ちてもパクってこられて、はいはい、確かにな。そこがちょっと簡単に封じられてしまうってだけでも、ちょっと嫌がったのかなっていう、その、はい、なるほどな。ほんまに渦ゲーやね。渦ですね。これからこの渦がどこまでスタンダード支配するのかを、まあ、モダンも新しく入ったんで、これから、まあ、モダンのシーズン突入してもまた、はい、しばらく渦の環境がいくかもしれないなっていうのを思いましたね。M14 とんでもないことしてくれたね。はい。でもまあまあこれからまだまだね、楽しめそうなんで、はい、まあ、また環境初期なんでいろんなデッキが出てくると思うんで。そうだね。北九州の頃にはどうなってるんかな。期待したいですね。せやな、はい。で、そんなん言ってる間にあるでしょう、はい。もう近々、マジックワールドカップ。あ、もうすぐですね。迫ってるやん。これ放送日の水曜日。そうだよね。が、もう出発するぐらいですかね。まあ、してるとは思うけど。はい、まあ、我々のクーヤン、我らが日本代表兵、まあまあ他の日本代表のね、はい、みんなにも世界一なってほしいね。なってほしいですね。やっぱり皆さんその予選とか抜けられただけあって、そのすごい力のあるプレイヤー、まあ強豪揃いやからね、はい、たまらんよ。もう本当期待したいですね。世界選手権本戦とワールドマジックカップ両方でね、はい、日本人の大活躍と、はい、いうことを期待期待したいですね。8月の頭、はい。まあまあ。今年は無事飛行機の事故とかなくついてほしいですね。そうやね、はい。あの、タクシーのエピソード面白かったけど。はい、まあ、大変だったみたいなんで。まあ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 。またなんか伝説が生まれるかもね。はい。まあ、応援したいと思います。以上、MTG ニュースのコーナーでした。MTG ストーリーショー。今週はいつものストーリーテリングとは違ってマジックのクリーチャーたちを紹介していきたいと思います。クリーチャー図鑑ナンバーワン、ゴブリンズ。早速始めてみるぜ。エントリーナンバーワン、エローナ大陸。この次元の中心部に位置する最大の大陸エローナ。ここでは鉄爪山脈などの山岳部で多数のゴブリンが目撃されている。モンスのゴブリン略奪隊、このクールな連中はこの大陸にいた可能性が高いというふうに言われている。彼らの習性、文化などはまだまだ不明な点が多いが、彼らは一度だけ歴史の表舞台に姿を現している。ファイレクシアのドミナリア侵攻の際、彼らは普段は敵対している人間と手を組み、自分たちの故郷のために戦ったクールな奴らだぜ。続いてカリマン。この聞き慣れないドミナリアの南の果てにあるとされる島、ポータルセカンドエイジの舞台でもこのゴブリンたちの姿を見ることができる。彼らは他のゴブリンたちよりは優れた文明を持っており、銃器や、独自の戦闘マシン、さらには殺戮機械などを駆使して、人間たちに危害を加えている。これらのテクノロジーはファイレクシア人の文明をもとに作られているというふうに推測されているが、まだまだ不明な点が多い。続いてジャムーラ大陸。このトゥーホットな熱帯地域に生息するゴブリンはかなり典型的なゴブリンの血統であると言える。彼らの多くはアーティファクトが大好き、さらには、非常にいたずら好きでちょっと厄介な性格の持ち主だが、決して邪悪で危害を加える存在というわけではない。ちょっと日本の妖怪に似てるね。彼らは後ろに引かれたこのロングイヤーを持っているが、それ以外の面では、各々の個体差が非常に激しい、トゥーディファレントなゴブリンたちだ。続いてオタリア大陸。この大陸に生息するのはスカークと呼ばれる小柄なゴブリンの種族。背が低く寸胴で大きな鼻とコウモリのようなギラギラした目が特徴である。断崖絶壁に横穴を掘って一族で生活している。そんな彼らが、
一部はそのスカーク一族を裏切って陰謀団というこのトゥーバッドな連中に使われたり、あるいは彼らにゾンビの奴隷としてこき使われたりしている。ちょっとかわいそうだね。衣服や鎧、さまざまな武器を使う習性があり、ゴブリンの中でも向こう水さはトップクラス。すぐに自爆しようとする特攻精神の塊のような危険な奴らだ。彼らは、オタリアの他の生物と同じくミラーリというクレイジーなアーティファクトの影響を強く受けて、その姿は変貌した。その歯や骨は鋭い牙や爪に変化を遂げ、さらには筋肉が非常に肥大して不安定な巨体へと変貌するものも現れたんだ。続いては海、ディープシーにもゴブリンたちは実は生息している。彼らはドミナリアの広大な海の底から突如現れた不思議な奴らだ。ゴブリンとマーフォークの、まあ、雑種ハイブリッドとも言うべき存在な彼らは両種の特徴を併せ持つ。ファイレクシアのドミナリア進行第2段階ラースの被覆という次元干渉の影響による突然変異であると言われてるぜ。続いてはサーペイディア。サーペイディアはドミナリアの南半球に位置する大陸。この大陸にはびこる最悪の一つがこのゴブリンたちだ。結果的にこのゴブリンたちはオークとの連合軍でドワーフの国家を滅ぼしている。デストロイ。彼らの生物学的基準となるような体型や特徴というものはほとんどない。それほどバラエティに富んだ生物集団であり、なかなか興味深いものだ。ちなみに彼らの特技はこのウォードラムを叩くこと。クールだね。続いてはシブ。顔の横から生えたくさび型の耳が特徴的なゴブリンたちはジャムーラ大陸の北西にある火山の多い小大陸であるシブという場所に文明を築いている。彼らは高い知能を有し、アーティファクトの整備操作に非常に長けている。彼らは同地域に生息するトカゲ型のヒューマノイドであるビーアシーノと争い続けていた。理由はマナリグという謎の施設の、まあ、覇権問題であるが、これはそもそもスラン帝国という国が、パワーストーンというアーティファクトの鋳造用に作ったものであり、ゴブリンはそこの整備士、ビーアシーノはそこでの作業員として遺伝子操作され作られた種族だったのだ。この両者の関係をかの有名なフレインズウォーカーウルザは修復し、彼らは以前のコンビネーションを取り戻してこのウルザのためにパワーストーンを作り続けている。また同じ支部の地域にはこのオックと呼ばれる Too Big Huge なゴブリンが生息している。彼らは類まれな巨体と力に恵まれると同時に、典型的なゴブリンのちょっとおバカな知能と臆病さを併せ持っている。彼らが特殊なゴブリンだったのか、それともあるいは全く別の生き物の突然変異なのかは謎に包まれている。続いてはテリシア大陸。 Watch out!スノーマン。そう、この大陸はゴブリンにとって非常に厳しい極寒のアイスエイジが訪れている。彼らはここで非常に数を減らしてしまった。ちょっと悲しいね。そしてその後のゴブリンたち、このドミナリアの次元ファイレクシア進行、さらには邪神カローナの引き起こした大変動の後、ここに住むゴブリンたちはまあ文明がちょっと滅んじゃったので、より野生的な生活を送るようになった。これには戦争時にドミナリアに帰化した、次に紹介するラースのゴブリンたちも含まれているんだが、彼らが住まう山岳部の気候は以前にも増して厳しいものになった。さらには酸の雨が降るような、異常な事態になり、ゴブリンたちもそれの影響をもろに受けるようになってしまった。顔の皮膚はほとんどなくなり、骸骨むき出しな姿へと変貌を遂げたのだった。栄養価の高い食物がほとんど失われてしまったこともあり、彼らはよりドクロな見た目になっていたのもその一因だろう。プレインズウォーカーたちが総力を合わせた次元修復により、彼らが以前のような元気な姿を取り戻す日がまた来るかもしれない。楽しみに待ってよ。続いては先ほど紹介したラース。ここに住むゴブリンたちはモグと呼ばれている。ラースに生息する大型のゴブリン、粗暴で知能は他のゴブリンよりもはるかに低い。どちらかといえば動物に近い。ラースを支配するエビンカーという支配者に従い、戦闘員として仕えている彼らだが、その知能の低さゆえに与えられた任務を完全に遂行することはとても難しいようだ。他のゴブリンにも漏れず、己の欲求、主に食欲が絶対的な価値観である。さらにはレガシーと呼ばれるウルザが作ったアーティファクトに引き付けられるという習性を持っている。 Too unique。 続いてはメルカディアのゴブリン、カイレン。彼らは次元メルカディア
というところの支配階層に君臨するゴブリンには珍しい地位にある種族である。背は高くスリムで高価な衣服に身を包んでいる。狡猾で残忍な性格であり、知能は他のゴブリンよりもはるかに高い。まあ、これを比べることに意味があるのかはわからない。彼らは、担当や吹き矢を使って自ら戦闘を行うこともある。メルカディアの最高権力者である市長を完全にコントロールしている。ファイリクシャー及び次元ラースの軍勢と同盟を結んでいる。トゥーバッドな連中だ。ミラディンのゴブリン、クラーク族。ミラディンに住む他の生物と同様、彼らもこの次元に連れてこられたゴブリンたちが進化したものだ。皮膚に金属質の部分があり、猫背で平らな頭、4本の手の指と3本の大きな爪を持った足が特徴である。アーティファクトの探求に関しては、この次元の他の追随を許さない才能を持っている連中だ。神川のゴブリン、アッキ。次元神川に生息する、とても特徴的な外見のゴブリン。硬質な長い鼻に眉の部分に生えた小さな角、ビー玉のような目を持ち、耳に当たる部分は外見上ではちょっと特定はできない。4本の指の、手と、3本指の足、針金のような体を持ち、その背中には彼らの最大の特徴であるシェル、この甲羅を持っている。大きなスパイクのついたこの甲羅を背負って、彼らは他のゴブリンたち同様山岳部に生息し、いたずらと火災が大好きなちょっと厄介な連中である。また彼らには自分たちによく似たこのスパイクがついた甲羅を背負ったワームのような生物を守護神として崇拝するという独自の宗教が存在している。さらにこの次元には以前カッパと呼ばれる種族が生息しており、ゴブリンと、カメのアイヌコのような生物、このアッキに、その見た目が非常に似ていたが、彼らは、まあ、アッキとは違い知能が高く、さらには神秘的な力を持っている連中だったが、残念ながら絶滅してしまった。続いてはみんな大好き、お待たせ、ラブニカのゴブリンズを紹介していく。ラブニカのゴブリンは背が低く、緑色の皮膚の持ち主であり、彼らはドミナリアの同族にそっくりであるが、彼らよりも巨大なコウモリ型の耳が特徴的だ。彼らももちろん銃のギルドに所属し、それぞれで異なった生き方をしている。一つずつ紹介していこう。まずはボロス。ギルドに忠実に仕え、低階層のステイシの兵として他のこの人間たちやミノタウルスといった種族たちと共に戦う任務についている。他種族と同様の、鎧や剣をしっかりと装備している。ちょっと恵まれてるね。続いてはイゼット。イゼットに所属するゴブリンは高位の魔導士の助手を務めたり、自分たち自身で実験を行ったりしている。知的な奴らだね。彼らは衝動的な知的好奇心の探求のための実験で、特にギルドの歴史に名を残す発見をすることもたまにある。しかしそれらは博打的な内容であることがほとんどであり、時に彼らは、そんな博打を大当たりを引き当て、魔導士の地位につくということもあるという。続いてはグルール。ラブニカでは基本的にのけ者とされるゴブリン。しかしグルールでは彼らは尊敬の眼差しを受けることもある。多民族の集合体であるグルール一族では野生的で強い者は誰でも尊敬の対象となるのだ。彼らはこのギルドで強戦士やシャーマンになる傾向があるワイルドな連中だ。続いてはラクドス。ここでちょっと面白い話が。厳密に言うとゴブリンたちはラクドスには所属しているわけではない。クロクトというゴブリンの邪神を信奉する集団が、このラクドス教団というギルドと提携という形で関わっているのであって、決して彼らはラクドスのゴブリンじゃない。でもラクドスのゴブリン、ちょっと変な話だね。この彼らは、血を好み非常に残忍な性格である。殺人服という、まあ、トゲトゲがついたちょっと危険な服に身を包み、スイッチが入ると事故を顧みずに特攻してしまうクレイジーな連中だ。続いてはファンシーな次元ローウィンから、ボガートというゴブリンたちだ。ローウィンおよび後に紹介するシャドウムーアに大量に生息しているゴブリンたち。身体的特徴は表しようがない。ボガートたちは非常にバリエーション豊かな外見をしており、似ているものは一匹もいないと言われるほどである。強いて言うならば角が生えていたり紫の皮膚のものがいたりするくらいであろうか。彼らは、毎日毎晩太陽に照らされ続けた湿原や岩山に生息している。いたずらが大好きではあるが、決して
人殺しをするような邪悪な存在ではない。彼らはババと呼ばれる。このシルババだね。女性はもちろん、男性もこう呼ばれるんだけど、一族の長の下で巣穴で生活を送っている。彼らは巣穴によって泥でこ、草汁のみ、チューパイ、カエル投げなどの、種族に分けられている。全く訳がわからない。オーロラによってそのロービンがシャドウムーアへとチェンジすると、彼らもその性質が変容することとなった。見た目はより粗暴で不吉なものとなり、ロービンの厄介なペテン師たちはただの凶暴な捕食者へと変貌してしまった。彼らはその食欲を満たすためだけに行動し、非常に単純な生け殺せのような言語のみを用いて伝達を行う。ロービン機と同様に、彼らは泥騒ぎ、汚れぜ、ボロン切れ食い、イノシシ牙といった種族に分けられている。これもまた意味がわからない。続いてはローウィンに生息する他のゴブリンたちの紹介、行ってみよう。ホブゴブリン、ボガードと同じくローウィンおよびシャドウムーアに生息する非常に小さなゴブリンたちである。トゥースモールな彼らは丘の中腹にレンガの小さな小屋を建てて、同様に小さな種族であるキスキンとよく似た生活を送っている。赤毛で黄色い皮膚、可愛らしい衣装で着飾ったその姿は、多くのゴブリンたちが不潔大好きな連中の中ではちょっと異質な存在として見えるだろう。可愛らしい彼らは大きなセミに乗り空中を移動することもある。ファンシーな子たちだね。レッドキャップ、ローウィンの頃はその姿が見られることはなかったが、オーロラによって、この次元がシャドウムーアへと変貌した後に現れるようになった、独特の生き物の一つ。とても小さなゴブリンだが残虐無比。穏やかなボガードたちとは比べ物にならない殺意の塊のようなゴブリンだ。手にしたナイフで殺害した者の血で、自らの帽子を染めている。危険極まりない存在。トゥーデンジャラス。スプリガン、レッドキャップと同様、オーロラ後に突如出現した新しいゴブリンたちである。彼らは黄土色の皮膚の小柄なゴブリンだが、その特技は巨大化することである。急にマジックパワーでパンプアップ。多くのボガートと同様、彼らは空腹によって動機づけられ行動している。小川羽、特異極まる形状のオーロラ後に現れた新種のゴブリンである。小さな体に紫の皮膚、一つ目一本足に腕も一本という他のゴブリンとは一線を画すフォルムが、独特な彼らであるが、彼らは名前の通り、ロービン、シャドウムーアの小川周辺に生息し、時折大変長い距離をジャンピングすることがある。次元が変わってアラーラのゴブリン。次元アラーラのゴブリンはその断片の一つ、ジャンドに生息している。ドラゴンを頂点とするこの次元の食物連鎖、フードチェインの下層に位置するのが、次元神川のネズミという種族に非常に似た外見の彼らは、ゴブリンの中でも特に小柄、スモールで、さらにユニークなことに体毛に覆われた上に短い尻尾が生えている。彼らはジャンドのスモッグで覆われた空の覇者、ドラゴンを崇拝している。この偉大な怪獣に捕食されることは彼らにとって名誉なのである。続いてはゼンディクラのゴブリン。冒険とロマン、そしてそこかしこにデンジャラスが満ち溢れた次元、ゼンディカー。ここにも弱々しそうで実はしっかりとしぶとい種族はしっかりと生息している。彼らは緑及び肌色の皮膚を持ち、足の指は2本というのが他のゴブリンに比べたらディファレントなところだろう。廃墟の探索や集落の襲撃、略奪が生きがいである。というのも彼らの風習として最も価値のあるお宝、財宝、トレジャーを持ち帰った者が、彼らの一族の指導者として君臨するというルールがあるのだ。中にはこの次元の危険区域のガイドを職とする連中も存在していて、某プレインズウォーカーも彼らのお世話になったほどだ。マジックの歴史で愛され続けるゴブリンたち、その魅力伝わったでしょうか。来週は、通常営業の MTG ストーリーショーでお会いしましょう。ステイチューン。リュウジの番宣流、今週はボンファイアオブザダムド。X3 X4 X5 X3 X4 X4 弾けるから至極簡単ホラトップ X4 X5
今日お揃いですよね。まあそうだね。なんでなんですか。いやワールドカップも近いからさ、はいはい、ちょっと気合い入れて応援しようかなと思って。あ、なるほど。ちゃんとビッグマッチライブって書いてますし、そうそうそう、いいよね。まあ、もう俺たちのユニフォームやからね、うん、なるほど。おー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